はい、佐藤あやみです。今回は私のとある一日の様子を Vlog 風に撮ってみました。こんな感じで過ごしたりすることも結構多いので楽しんでいただけたら嬉しいです。ではスタート。今日は表参道に来ています。仕事柄引きこもりなので今日は外で編集したり買い物したりしようかなと思います。めっちゃ綺麗、キラキラしと。Look out, here she comes. The woman that I love. パソコン持ち歩く時とかは大きいバッグを持つようにしていて、これバッグの中なんですけど、パソコン入ってるでしょこれ。で、あとはお直しのコスメとかミンティアとか財布とか鍵とか、こんな感じ。ホットレモン寒かったけん入れてます。最近はこうやって家以外で編集することがすごい多いかなと思います。なんかね、家より集中できるし気分転換になるので、最近はこういう風にカフェにいることが多いかなっていう感じですね。で、見てこれ、ピンク色にしたんですけど、めちゃくちゃカラーバリエーションで超可愛い。ほら、なんかね、ここは薄いピンクみたいになっとって、ここ濃いピンク。なんかね、思った以上に軽い、シフォンパクトってなってね、画面がめちゃくちゃ大画面ってすっごく見やすいです。これ閉じ取ったらまっすぐやけどね、こうやって開いたら自動的にちょっと斜めになるようになっとって。めっちゃ打ちやすい。いいですね。こういう感じで、まあ、今日は編集をちょっと終わらせて、いっぱい回しに行きたいと思います。Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. But I have to try.寒いね。寒い。お買い物しました。なんか天然のなんかハーブとかそういう感じのお店で買いました。可愛いのゲット。イエイ。大好きなタピオカ、もちもち、おいしい。イエーイ。ね、今から帰りたいと思います。はい、帰宅しました。こんな感じで最近はね、過ごすことが多いかなと思います。で、今回使った ASUS VivoBook S15 もすっごいすごくデザインが可愛くて、しかもね、コンパクトで軽いし、すごく使いやすいパソコンになっておりますので、ぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてほしいなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。